こんばんは、こんばんは。お、シギタンからかわいい。失礼します。X とストーリー投稿しましたよ。ぜひ見てください。カチューシャ。今日は友達とご飯して自主練しに行ったので、YouTube の編集全くしてないし、もう1月なのに確定申告まだやってない。もう頑張るしかない、マジで。友達とめちゃめちゃ確定申告の話して、ちょっとこれから頑張るしかない、マジで。ちょっと本当に危ないよ自分。もう気を抜いたら2月になっちゃうから、キャーキャー。あ、マスカラすごい明るい色。黒ないかな。黒あったら嬉しいな。濃い茶色あったら嬉しい。明るすぎ。結構話題になったマスカラだけどね。そう、確定申告、メンバーが配信で確定申告する人いる？本当にもう、うわぁ、ただキョンくらいそっか、そうだね。あの子普通に確定申告の YouTube まで。あのね、去年まではずっと税理士にお願いしたんだけど、ふるさと納税は知ってますか？してない。理由としては私、あの、もうこれ以上やったらもうパンパン、わかんない、やり方わかんないから、ずっとしてない、ずっともらってない。レシート仕分けしながら配信してた、すごいな。今までずっと税理士の方にお願いしたんだけど、今年からは自分でやろうって決めたけど、全然わかんない、やり方全くわからなくて。どうしよう、間に合う？間に合わなかったら税理士の方に連絡するけど、でもそれでもなんかちょっとキリキリ。そうだね、なんか税理士の方大丈夫かいな。あー、会社員なんで。そうなの、正直ね、もうどうしよう、本当にもう自分でやる、今年自分でやるって決めたけど、自分でやるの初めてだから全然やり方わからないな。怖いな。ギリギリな人がギリギリのタイミングで頼むから、もっとギリギリダメじゃん、もう本当に。いや、だからね、今からあの確定申告の勉強するか YouTube の編集するかちょっと迷ってます。ちょっと迷ってます。それより一回 X 見ます。あ、すごいたくさんコメント来ました。一瞬読んで X じゃない、 YouTube の編集します。あ、今年インポイズ制度を加えた。正直あれ私全然把握してない。あれ何が変わるかは本当にわからない。
なんか今日友達と話をしてて、友達があの会社員のなんか、だから今あの確定申告とかやってないんだけど、うん、でナンを食べながらナンを食べながらいろんな話をして、自分そういう関連な知識全くなかったなって。あとあのでも私も最近知ってて、あ、これも確定申告していいものなんだ、全然知らなくて、もうずっと自分で、自分でこれもできるか、自分今までずっと損してたって。インボイスで経理の人がかなり大変だって言ってた。何が変わったの？あ、そう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 、青色と白、白白申告どっちでするの？そうそうそう、それすら理解してない、それすら分からない。今までずっと税理士の方にお願いしてたから、何が違うか分からない。何を食べながら何みたいな話、なんかね、昨日ね友達に「え、何が食べたい？」って聞かれて、いや特に、で逆に聞いたのよ、何でもいいよって言われて、あ、そこの近くならめちゃめちゃいい美味しいナンの店知ってるよって。え、何でもいいの？何でもいい？何でもいいと言われてから、何でもいい？で、なんだっけ、で私ずっとダジャレ言ってたのね、ちょっと会話記録見るわ、ね、今その友達との会話記録開いた瞬間に確定申告の必要な種類まとめ、個人事業主向けみたいなリンク、わかんないから教えてって調べてくれて、送るね、リンク送るねって、今会話記録開いたね。何でも、あ、そう、何でも大丈夫、おしゃれじゃなくてもって、何でも大丈夫って書いたけど、何でもいいの？何でもいいの？って、うん、何でも好き、何でも好きで、何時がいいの？ってカタカナの何、何時がいいの？って聞いたのね。で、何字でもって返信が来た。で、ね、で駅、これこの駅とこの駅の間って、私3つの駅出したけど、私どの駅でもそんなに行きやすい、あ、そんな行きやすさ変わらないっぽいって言われて、あ、そうなんだ。で、そんなんはカタカナのなんで書いたのね、私。あっちゃんさん、あっちゃんさんからありがとう、かわいい、ありがとうございます。あっちゃんさんにもありがとうございます。そうなんだってカタカナのなんて書いてて、かっこそろそろうざいぞって自分も分かっててこれ以上言ったらうざいぞって、そろそろうざいぞって。私はね、なんちゃらかんちゃらまで、なんとって書こうとしたら、なんとのなんがカタカナで変換されてて、え、私の携帯もうね、なんとのなんがカタカナだったんだね。予測変換出てた。なんでもいいって言われたから、そう、なんか今日めちゃめちゃナン食べました、おかわりした、だから 1.5 個食べました、めっちゃ食べましたね。なんだって、なんてこと。そうなの、いや、もう喋る場合じゃないわ、
YouTube の編集をして YouTube の編集ちゃんとして確定申告の研究するわ。え、やだ、なんかね、白と青何が違うんですか、それすら理解してない。何が違うかはすら分からない。でも YouTube 明日もうデータ出すつもり、そういう誓いをしたので。はい、では作業配信します。あ、明日アップじゃないよ、明日編集終わりにするっていう。事務所確認とかもこれから入るから、そうだね、一応編集終わったら、事務所確認取れたらそれができるので、アップできるので。あら、こっち、あっち、そこだった。え、っそこしたのが、はテニスの方だったかもしれない。玄関まで繋いじゃってるわ。テニスを取ってオフにしないと。ダメだった、ちょっとオフするわ。じゃなかったら使えない。ちょっと行ってくるわ。よいしょ。初心者時間あるときは確定するぞ。あ、星になってる、星になってる。とりあえず YouTube 頑張るわ。なんかね、この間すごいムカついたことがあって、え、私そんなに、あ、つないだ。私性格悪いかなと思ったの。悪いっていうか、なんだろう、な、電車乗ってて、で誰かのエアポッドをね、エアポッドを、なんだろう、接続、なんでしたっけ、繋がった。あ、林こもりさんからくまちゃんありがとうございます。いつもありがとうございます。接続エアポッドズ
につながるみたいな通知が来たのね、電車乗ってて。いやマジで性格悪くないよ。でもめっちゃイライラした。じゃあ性格悪いじゃない、イライラしてた。あの誰かのエアポッドズ、いやエアポッドズ、なんか接続、こちらのエアポッドズ接続しませんが、なんかまだつながっ、なんか完了してないみたいな、登録完了してないみたいな、ちょっと覚えてないけど、エアポッツ接続しませんがみたいな。いや知らない人だし、もちろん断ったけど、5秒後まだ通知が来た。え違うってボタン押したのに、5秒後まだ通知が来て、え違います、閉じてまた5秒後出てきて、閉じてまた出てきて、えさすがに 3,4 回目はちょっとえって思って、で閉じてまた出てきて、うわーってなった。だって私の画面はもう使えなくなっちゃうもん、なんでってなった。めちゃめちゃ多分5回以上通知が来た。だって違うっつってもういえなんでこんなに出てくるのってなった。マキャリだってさ5回くらい5回くらいしたのに、違うって言ったのに、なんでまた出てきたのって。近くでエアポッドズいじってる人いた。ああそれは見てなかった、見てなかったから分かんなかった、知らないんですけど、めっちゃめちゃ通知が出てきて、さすがにやめてくれって思った。めっちゃイラッとして、だってもうこっちはもう画面が使えなくなってる、閉じても出てくる、閉じても出てくるだから違うって言ったじゃん。めちゃめちゃもうイララしてた。そうなの、結構まあ最近の話、先月くらい、うわーってなったのは全然違う話した。はい、編集します、作業配信します。もう本当にちょっと頑張らないと。でもね、あのアフレコも入れるから、アフレコ入れない限りちょっと編集ちょっとむずいかもしれない。ね、じゃあアフレコの台本か、ここの辺はまずこれ編集するわ。
今イヤホンしてるからちょっとわかんないけど、お腹から振動を感じた。ああ、正社員になりたいな。確定申告か。うわあ、どうしよう。
進学どうしよう、マジで。
いよ。ちょっと待ってね。ああ。
されるの怖いな。レコをアップレコします。あった。一旦ミュートします。
しよう。うわー、うまく取れたのかな、ちょっと確認します。イヤホンしたからイヤホンの方で音声取ったからすっごい違和感感じた。ちょっと一回ミュートします。
とミュートしてたわ。イヤホンします。
この痴漢みかん食べたら太るよね、糖分だし。でもみかん食べたい。なんかでもあったかいものがいいけど、あー牛乳まだあるのかしら、うちありそう。後で牛乳飲むわ。そうだね、首が、一旦休憩、多分一旦休憩でいたらもうだって残り何分、よいしょ20分、あと20分、今日はじゃあ、びっくりした、なんかついてるなと思ったら画面だった。あー牛乳飲みたい。携帯一応確定申告どうしよう。もう明日から頑張る。本当に、え、何色なの私。青？白？何色があるの？黄色？何？え、待って、本当にもうそろそろ始めないとやばいよね。A、B、確定申告書 A、 確定申告書 B、 そして確定申分離税課税用開業届け。青に比べて簡単に確定申告を行うことが可能です。簡単なのは白。とりあえず白いきます。なんか今年さすがに知識がなさすぎて。開業届け、じゃ白、あ青、なんかね、ちょっと友達送ってくれたな、あれ茶飲みを。不安しかない、本当に不安しかない。自分でやるのは初めてだから、今までずっと税理士の方に。それとね、資料だけど、なんかね、必要なもの、印鑑、本当に怖いな。今はずっと同じ方にお願いしてるから、多分ある程度私の資料とか持ってるけど、私はこれからずっと自分に、あらどうしよう。本人確認、それもね、私マイナンバーカード持ってないんだろうね。あの私1年間半分の期間申請できないの。まあでも半分は申請できるけどね、だから言い訳してる今。マイナンバーカードがない場合、番号確認書類って何？通知カードや住民票、どうやって住民票
身分証明書なら健康保険証だったりパスポートだったりあるけど、番号確認書類、番号確認書類って何？通知カード、市役所に行かないと、うん、それだったらもらえます？住民票。ないなら市役所にあれ、なんだっけ通知カード取りに行くって感じ。大丈夫、行く、うん、どうせ毎年行かないけど、行けないんだけど、うん、他に何？なんかね、今ねネットでもう証明書でもね、あるよ。でもそれはちょっと待ってね、今2つが必要。1つ目は番号確認書類と身元確認書類。身元確認書類はあるよ、免許はないけど、保険証、パスポートと在留カードというカードがあって、それはあるけど番号確認書類がない。ないっていうか、どう、通知カードは前ナンバーのやつじゃない、簡単にその日取れる住民票じゃない。住民票市役所行ったら取れるもの、なんかね、マイナンバーカード作ろうとしたら、あの区の人じゃないとダメだし、ダメって前作ろうとし、違う区、なんか申請したらどこでもいいかと思ったら、その住んでる区じゃないとできないんだって。で自分が住んでる区のところ行ったら、ちょっと私1年間半分くらいの期間申請できないから断られて、いやじゃあ資料だけ送ってくださいってお願いしたら、なんか ひどいこと言われて市役所行きたくないんだけど、毎年行かないと生きていけないので言ってる、めちゃ文句言ってるにする、何か違うか分かんないけど白の方が簡単っていうことだ、分かったら白にする。私はどうすればいいのって聞く、いや絶対誰も私の話聞いてくれないよ。それは自分でやるものだから、自分で勉強して自分でやるものだし、
信号中。うわ待ってマジで分からん。今スケジュール見てる今スケジュール見てるけど、うわあどうしよう、もうしよう。結構時間取られるからなかなか行けない。うん、5時まで。ああ確かに平日の、いや私のお仕事別に時間とか平日土日とか関係ないから行けるっちゃ行けるけど、ちょっと遠い。シンプルに家から結構遠いぞ、マジで遠いぞ。いや電話は私はちょっと無理、ちょっとトラウマ、市役所じゃないけど。なんかね対面だったら対応してくれなくても私はその場にいるじゃん。電話で本当にトラウマだったのは、電話でやっぱなんか言われて分かんない言葉やっぱあるのね。でもう一度聞いたら明らかにもう日本語分からない人って分かった途端にプツッて電話切られたことがあったから、トラウマで、その時にもうお仕事めっちゃ覚えてる、日テレの廊下でマネージャーさんにちょっと本当に電話するのは怖くてちょっとしていただいてもいいですかってマネージャーさんがやってくれた。主役の人じゃないけどそういうのは結構あったのね。うん、当時本当にもっと分かんなかったから日本語ね。いやそれはちょっと仕方ないけど、なんかだから電話が苦手、知ってる人じゃないと、知ってる人なら大丈夫だけど、大丈夫けど、トラウマだった。待ってなんかね昨日もねなんかそういうなんか言っても解決できない話をした気がする。知らない人に電話するのが苦手っていうか、まあもし自分日本語喋れるならもうそこまで苦手じゃないかもしれないけど、ちょっとトラウマ、苦手っていうよりトラウマだから、その場行きたい、その場行って話す。のが一番、一応電話切られ、なんか無視されてもひどいこと言われても私その場にいるからでも前市役所の人にひどいことひどいかどうか分かんないけど
マイナンバーカードを作ろうとして、今の時期あなたは作れない、いや、でも資料はくださいって、資料あげても今作れないからって言われて、いや資料くらいは先にいただいてもいいんですかって、なら、もう本当にひどい、本当にひどい話された、トラウマ、そんな、トラウマ、でも自分も言い返せないのが悔しい。でもほぼ慣れ、ちょっと結構慣れた。だからね、市役所でもね、身分、あれなんだっけ、ね、必要な資料、うわ待って、本当にわからないな、青色申告には、それかやっぱ税理士、今年も税理士の方にお願いするか、でも結局自分もいろいろまとめて、いろいろまとめ、税理士にお願いするのと自分でやるのって結構違う、結構もう本当に大変さどれくらい違うのか、まずは知りたいな。確定申告の準備を始める、あ、アプリ、確定申告会計ソフト、初心者でも簡単確定申告、質問に答えるだけで確定申告を制作、あなたに代わって納税額も正しく計算、取るだけ、あ、なんだっけ、取るだけの簡単、あ、とりあえずダウンロードしようよくわかんないけどとりあえずダウンロードする、はあ、ポキン、ああ、数字が、でも自分やってもいいかな、まず e-tex ダウンロード新規登録メールアドレス、個人事業主、個人って何ですか、私は個人事業主ですけど、あ、でもないのにしようか、え、今すごいこと気づいた、言うよ、57分だってお時間です、いや全然、うん、ま、YouTube の編集もまだ終わってない、とりあえずランキング読みます、とりあえずいきます、13位からいきます、13位はちょっと待ってね、はい、13位はグリーンウェイルさんです、12位はマチャハートさんです、11位はシフさんです、10位はトモさんです、9位はフォーユーさんです、8位はエアビスさんです、7位はオクチさんです、6位はオチミヤさんです、ありがとうございます、続きまして5位は燃えるゴミゴミな人です、ありがとうございます、4位はシギタンです、 WWS チャンネルさんのインタビューと、インタビュー動画見ました、ずっと可愛いマチャリンが話しているので、幸せな気持ちになりました、ありがとうございます、そうだね、今何、私まとめてないんですけど、あの一応あれよ、あのリトリンクに多分5つ6つ
リットリンクに6つくらいまとめてみたんですが、なんか6つだからあと2つあるんだけど、まだ世の中に出してないか、それとも私見逃しちゃったのか、もし見逃しちゃったら誰かちょっと教えていただけたらとても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 嬉しいです。はい、ごめんなさい、話しそうしました。続きまして3位はサトルさんです、ありがとうございます。続きまして2位は、あっちゃんさんです。お、友達となーんトーク面白い好きで久しぶり久々は爆笑します。そんなありがとうございます、笑ってくれて。そんなんに面白いマジャリのメガネモード加工しモードモードやっぱ可愛すぎ。全然何も喋ってなかったよ、でもありがとうございます。また明日も見に来てください。最後1位はカムランさん、カムランさんありがとうございます。では今何分ですか。お、59、お、あと25秒、宣伝タイムです。マチャリン X、 インスタグラム、 TikTok、 YouTube やってますのでぜひ見てください。あ、ふーさんからこまちありがとうございます。ふーさんいつもありがとうございます。では全部登録して YouTube もね登録してください。更新頑張ります。明日データ出します、絶対頑張るで。はい、では皆さんおやすみなさい。また明日ね。